構メイウェザー対朝倉の生まずはバーブレスじゃなきゃダメなの。やんないっすよ。あー、うん、アビマ、アビマ、うなぎもバーブレスじゃなきゃダメなんですかね。いや、うなぎはバーブレス。うなぎは絶対バーブレス。うなぎは飲ませちゃうんだから。終わってから結構やんだよね、うん、うなぎは飲ませちゃうんだ。でも最近あれじゃないですか。いや、今日はもうメイウェザーです。森くん、そんでどこに刺さったんだっけ。森くんは、あ、これ違います。これは昨日その刺さっちゃったルアーをのリップが割れて強化してたら切っちゃったんです。すぐにやってもらいました。今日もここです。大丈夫だったの。大丈夫です。もう抜きました。服交換してるんで バーブがちっちゃいです。ああ。いやいやいや、177センチ81キロ。それでは、JB 桧原湖シリーズ最終戦、今勝カップの表彰式の方を始めたいと思います。続きまして、今回の冠スポンサーであります今勝、契約選手の、薮田プロよりご挨拶の方をいただきます。お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、なかなか多分ね、厳しい一日だったと思います。まあ、とにかく暑いんで表彰式やりましょう。はい、はい、もうこれでいいです。大丈夫です。はい、社員じゃないんで僕。あ、そうですね。ありがとうございます。矢部選手、ありがとうございました。矢部さん、そのままお残りいただいて、プレゼンテーターの方をお願いいたします。JB 桧原湖シリーズは10時からの表彰になりますね。それでは呼び上げていきます。第10位、JB 桧原湖ゼッケン、13番。野崎新太選手、ウェイト1847グラムです。諸瀬選手と同ウェイトなんですが、ゼッケン勝ちになりますね。続きまして第9位、JB 桧原湖ゼッケン5番、加藤俊久選手、ウェイト1868グラムになります。第8位、 JB 桧原湖ゼッケン34番小林文明選手、ウェイト1869グラムです。続きまして第7位、 JB 桧原湖ゼッケン32番渡辺隼人選手、ウェイト1945グラムです。続きまして、まあ、惜しくも表彰式の1個下、表彰台の1個下ですね。第6位、JB 桧原湖ゼッケン3番、木戸文也選手、ウェイトが1993グラムになります。ここからは表彰台の方に上がっていただきます。第5位、JB 桧原湖ゼッケン39番。志賀慎一選手、ウェイト2219グラムになります。じゃあ表彰台の方にお上がりください。第4位、JB 桧原湖ゼッケン1番、森圭一選手、ウェイトが2250グラムになります。続きまして第3位、 JB 桧原湖ゼッケン19番原田博秀選手、ウェイトが2282グラムです。まあ、続きまして、まあ、熾烈な優勝争い、です。準優勝は2本の上となります。準優勝、 JB 桧原湖ゼッケン2番、沖原博史選手、ウェイト2613グラムです。
JB ひばらこシリーズ、最終戦今勝カップ優勝 JB ひばらこゼッケン35番佐藤徹選手2826g です。結果を出すことができたので本当に感謝申し上げます。あとですね、つくば未来市の峰正俊さんというのに非常にお世話になってありがとうございます。まあ来週またマスターズのじり戦があるんで頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。優勝の佐藤プロでした。宮本選手ありがとうございました。上位5名の皆さんおめでとうございます。それではお席の方にお戻りください。逆転があったのかどうか5位から発表していきたいと思います。JB ひばらこシリーズ2022年第5位 JB ひばらこゼッケン46番モロネ選手、表彰台の方へお上がりください。受けるものはな、はい。続きまして年間第4位JB ひばらこゼッケン2番沖原博選手、今日の準優勝でだいぶまくりましたね。どうぞお上がりください。続きまして、JB ひばらこシリーズ年間第3位 JB ひばらこゼッケン9番鈴木浩二選手、ちなみに鈴木選手のポイントが331ポイントです。で沖原選手が329ポイント、小野選手が306ポイント、上位5名の方は300ポイントを超えてるっていう感じですね。それではクラシックの権利、それからトップ UT の昇格権利をかけた1番と2番を発表いたします。JB ひばらこシリーズ2022年、シリーズ準優勝 JB ひばらこゼッケン5番加藤俊久選手335ポイントになります。2022年の JB ひばらこシリーズ、シリーズチャンピオン JB ひばらこゼッケン3番木戸選手346ポイントになります。表彰台の方へお上がりください。じゃあ写真撮られる方前へ。で先ほどと同じように喋らない状態でしたらマスク外してもらって結構なので。お疲れ様でした。JB ひばらこ最終戦今勝カップ優勝の佐藤徹プロです。去年も勝ってたし、そうなんですよ、今年も秋勝ったったし、ね、強い強いんだね、強い秋男だよ。でも徹ちゃんいつも思うんだけど、徹ちゃんがやってる釣りとほぼ同じことをしてる僕が釣れないのは何なぜなぜなぜ何が違うんだろう。自分でもうね、去年といい今年といい、それでもう悩んちゃってて、もう全部噛み合わなくなってる自分がいるんだけど、なんだろう。なんだろうね。やってることはでもこんなに差はないですね。だって大橋のあそこのレイダウンとかなんて、まあ今週はやってないけど、最近あそこ跳ね投げたり俺もしてるし。本当に？でも釣れないし。俺も釣れると思ってなかったんですよ。ウェイトレコード出した時はこれ2本取ってる。でなんかもう思い出巡りみたいな感じで、減衰するとやっぱ、ね、深く入ってるレイダウン強いじゃないですか。ランガンしたら出てくれた。春男、春男。来年の春は？いやまあ出れれば、まあ、出れれば出れると思うんですけど。連続記録は途絶えてないからね。春やってないから。そう。まあ一応今年やったんですけど。今年やったんだっけ？開催はされたっす。俺は出てない。出てないから大丈夫。出てないから大丈夫ね。まだ権利ある。まだ出場します。出ます。まあこの勢いのまま来週のマスターズね、行きたいですね。同じスモールね、でも全然違う。本当に釣れないの。俺ジリコはね本当に苦手で、やっぱり火花みたいにそういう釣りは通用しないんだけど、
まあでもね、精一杯やります。頑張ってきてください。もうちょっと俺もうあの今シーズンをもちまして、はい、ちょっとどうも引退、長い間お世話になりました。引退、あの寂しい、はい、実は今シーズンをもちまして、あの社労を辞めて、社労から引退で辞めたらまた釣れないですよ。ディープやって釣れません。ちょっともう一回ディープを見直さなきゃダメだなと思って、ね、今日もシャローやったんだけどね、俺もダメだ、羽も投げたんだけどな。もう何もかも、まあとりあえずおめでとうございました、はい、ありがとうございます。やっぱり恐ろしく強かった。はい、また来年。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、ね、気になる動画はこちら、ね、よかったらチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。